リコリンは天然に見られるアルカロイドの一種である。なお構造上の分類ではノルベラジンアルカロイドの範疇にあたる。リコリンは植物に含まれる場合のある有毒成分として知られるアルカロイドの一種である。ヒガンバナ族はリコリスの名も持ち、リコリンはヒガンバナに含有されることでよく知られており、ヒガンバナ中のリコリンの濃度は生の輪形中に0.5、 商用中に0.3程度である。ただし、リコリンは、ヒガンバナだけに含まれているわけではなく、ヒガンバナ科の水仙などにも含有される。なお、アフリカ南部などの乾燥地帯に居住する。3人などは、現地に生えている、ヒガンバナ科の植物に含まれる、リコリンを、野毒として利用する。リコリンは、菊科植物に対して、アレロパシー作用を有する。熱に対しては、 安定しているものの、水溶性が高く、悲願花のアレロケミカルとして認識されつつある。リコリンは動物に対して有毒であり、人が経口摂取するとサイト作用を有し、多量に摂取すると人も死亡する。ただ、人に対する致死量は 10g 程度と、毒性を持ったアルカロイドの中では、比較的毒性は強くない。このため古くは、 悲バ花の林形を飢饉に際して食する場合には、数日間流水にさらす方法で、リコリンを除去した上で、食用にしていた。しかし、日本で食用としていたのは主に、江戸時代以前であり、このリコリンを抜く方法の知識が、第二次世界大戦中には忘れられており、リコリンによる中毒で死ぬ人数もいたとされる。なお、悲願花の林形を加工して作る省薬、 石ビルの薬効は、主にリコリンに由来すると言われる。鈴木つとむ、田中町、学研雑学百科独学教室読の仕組みから、世界の独自研マボまで、読のすべてわかりやすく、解説株式会社学研マーティング、2011年、43ページ、ISBN 978から4から05から40万4832から4農業環境技術研究所分析による、 ありがとうございます。